要部分との配達があって、あんなとこに、あんなとこに産業があるの、え、知らんかった。これも裏道も裏道の方ですからね。ちなみに東神殿まで歩くとちょっと微妙か、あんま死んだことになるのかな。多分続いてそこを歩き始めればいけ、いやいやいや結構あるよな東神殿は。こんなとこ寒かったよ。まあ旧社博物館か、マルキーやったってことか。なんだろうね。あ、全然こんなとこにあるんだ。ちっちゃいな。あ、これそこか。大きいあるのか。あ、でもちっちゃいな。四日市でもでかいね。四日市3階建てだもんな。あれ ?3 階だけあったっけ。あれ ?2階建てか。じゃあ、まあ、変わらんか。この子は何?あ、この辺りが境町か。何?こっちが税務署で、ここなんだ?あ、自治局、自治会館か。ああ。こんな立派な建物やったら自治会館。あんま勝手に来ることないもんね。安いところもあるな。500円ってところもあるんだ。またちょっと離れてますもんね、木からは。なるほどね。ゴミ箱入れか。ゴミ収集のやつか。木製なんや。ここは通電の駐車場ではありませんか、ね、特にこの時期はね。600でしょうからね。ここは学校か。暗くて全然分からない。東神殿までどれぐらいで行けるかちょっと調べてみましょうか。まあ絶対行けるわけではないけど、まあまあしんどいな。さすがにちょっと距離あるし、20時半、電車人間に合わねえか。試してみるか、行ってみるか。よし、山田さん歩くの早いから行けるんだよね、ナビで。よし、音声案内を開始します。はい、こうね、はい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 。
で23号に出ればいいのかな、うん、暗くて何も分からんだろうけどね。はい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 、そこね、大人気のとこ。あ、これっていうの行政系がやっぱ多いですよね。図は県庁所在地なんでね、経済規模はやっぱり四日市の方がでかいんで、あれですけど。そこ？あ、ここか。はいはいはい。23号に出ないんだ。へえ。こんな道は歩きでないとこやね。星は分離か、ここ。なるほどな。一応斜めにスーッて抜けて消えるんや。そんなスラッと行ける道があるの？ま？あ、ちなみにリミット時間も見とこうか。ああ、来た。よし。ちょっと、ここか。こっちか。ほうほうほう。ちなみに、一応、調べとこか。大丈夫か、東神殿。19分は間に合わないんじゃないかな。21時44分。いや、これきついぞ。21時44分、丸2時間あるよな。いやー、それはきつくね。そうね、どう計算しても半だもんね。半まではかかるよね。そっから1時間東一進で待ちは無理だね。それは無理だな。ああ、だったらこっちでちょっと休めそうな場所を探すのもありだな。よし、ね、これちょうど半ぐらいに来るよっていう予定だったらね、うん、ちょっとワンチャンありかなと思ったけど。そうだよね、だって通駅を16分に出るんですから、電車か。それは無理だ。なんかこっちも一応店あるんだね。そこ都ホテルか。はあ、坂工事高いよ、あれか、銭湯だったのかな。こんなとこにあったんだ。あ、風呂入りて。奥行ってもしゃあないから、普通に戻ってくから。まあ一応結論的には、まあそれなりに来るとこはあるね。だから一人でプラッと夕飯食うというよりは、やっぱ酒を飲むような感じで、居酒屋が
多くない、まあ、仕方ないか。これラーメン屋さんとか特にないよね。うーんっていう感じですね。なんか商店街っていう感じなんけどのある商店街がドーンとあるわけではないっていう感じなんだな。はー、天然温泉引き分け、いや言うて入ってたよな。どっか温泉あるかな、周りに。23号なんで車が上がってますね。え、そこなんに特定許可のあるところに1枚曲よっしゃ。ああ、ここも焼き肉屋か。へえ、いつも走ってたら全然気づいてなかった。あー、駐車場もそうなんだな。Oh, oh, oh.